あの、どうしたんです、悟り様。いや、あの、何このゲーム。プッシャーゲームです。はい、というわけでね、今回はプッシャーゲームをやっていきましょう。そのプッシャーゲームって何なのよ。ここに機械が置いてあるんでなんとなく想像つくでしょうが、ゲーセンとかに置いてあるメダル落としですね。ああ。ええ、それを個人で？そうですよ。なんたってこのゲームの舞台は江戸時代です。ってなわけで早速やっていきましょう。の前に、このゲーム景品があるんですよね。景品？何それ面白そう。見てください。刀、手裏剣、招き猫。あ、ああ。時代背景を忘れてたわ。あとですね、このゲームは進めると色々と能力を解放できます。旗をつけるって何？わかんないです。では早速、プッシャーゲームプレイいきますか。小判をたくさん集めていざジャックポットを目指そうじゃないですか。今回はソロモードの、通常、いきます。どういうモードなのよ。このモードはいわゆる遊び放題モードです。手持ちのコインが尽きても何回でも再挑戦できます。なるほどねー。ってなわけでゲームの世界にやってきました。やることは簡単。狙いを定めて古銭を投げるだけです。流れてる BGM といい、部屋の感じといい、江戸って感じがしますね。そうかしら？さて、第一等価ポイントを探っております。ここにしましょう。おお、古銭投げてるわね。そこに投げた心は？適当です。あなたくらいの考えの方が生きやすい社会よ。これは幸先がいいですね。早速6コイン落ちてきました。こんな感じでひたすらにコインや米俵を下に落とします。ふむ、その米俵って何に使うのかしら？これをキャッチすると小判の束だったり景品が落ちてきます。なるほど。じゃあ全然狙っていかないとね。それがそうもいかないんですよ。というと、実は米俵とか景品落としても大して古銭が手に入らないんですよね。古銭マネジメント難しそうね。そうなんですよねー。なので米俵に気を取られすぎるとすぐ古銭がつきます。このモードなら全然問題ないんですが、ランキング戦とかになるとちょっと注意ですかね。一通りお話終わったんで古銭チャリチャリしていきましょう。操作にも慣れてきた？操作自体はすごくシンプルなんですけれども、どこに落とすか迷いますね。私が普段ゲーセンに全く行かないので必然的にメダル落としも初見なわけですよ。そっか。その経験がないのは大きいかもしれないわね。なので今はどこにどんな風に古銭を落とすとどう古銭が落ちるのか検証中ですね。こういうゲームだと試行錯誤とか大事だものね。応援しているわよ。お任せくださいですよ。てなわけでしばらく慣れのために時間もらいます。というわけで米俵一点集中なうです。冒頭の話はいずこに。まあ通常モードなんでいいんですよ。とにかくこいつを落とすんです。だいぶ手前に来てるわね。そろそろ落っこちるんじゃない？やったぜ。景品が出現したらしいけれど。この兜ですね。落っことして箱でキャッチすればゲットです。やることは米俵と同じね。物量戦法？もちろんです。残り80枚全部突っ込んでやりますよ。と言ってはいるけれど、だいぶ手前に来てるわね。そろそろ落っこちそうですねー。周りで古銭とか落ちまくってますが一旦無視でこいつだけ狙います。等間隔で延々と発射してたけれど、自動発射なの？もありますが、私は手動ですね。よっしゃー、初景品ゲットですね。これを集めていくのね。頑張るわよー。とにもかくにもまずは米俵を落とすところからですよ。もうちょい粘りましょう。落っこちそうですよ。なんか米俵が増殖してる。一定の間隔でどんどん落ちてくるんですよ。かわいいですね。あ、落っこちた。ジャックポットって？このジャックポット小判を一定数集めるとジャックポットに突入します。へえ、この豪華絢爛な小判をねー。しかも束、持って帰りたくなりますね。ダメよ。ぜ。あ、やばい。なに？古銭が底を尽きる。尽きると？本来ならゲームオーバーですが、このモードではまた100枚チャージされてこの状態からスタートですね。ポチッとな。おお、チャージされたわね。じゃ引き続き狙っていきましょう。そろそろ落っこちるんじゃないですかね。おお、来たわね。でも何も起きない？ここですね。あと6個集めるとジャックポットです。先が長そうなのだけれど。まあこれに関してはしょうがないですね。っていうか米俵増えすぎじゃない？増える割に全然落ちないんで無限に増殖します。ダブル鳥がいけそう。本当ね。もうすぐいけそうじゃない？これでいけるはずです。ダブルゲットね。景品を見てみますか。ん？ここからだとなんだかわかりませんね。あ、刀みたいね。え、これは欲しいぞ。勝手に落ちてきたじゃない。ゲットチャンスよ。よし、なんとしても確保しますよ。運よく米俵が落ちてきたわね。ラッキー。
よしこれは来たでしょう。おそらく次の周回でゲットね。やったぜ。この調子で2個目も取っちゃいましょう。2個目は手裏剣ね。これもそんなに時間かかることなくいけそうですね。お、米俵が落ちてきた？これは落ちるのでは。うっそやーん。え？ちょい、なんで？これ落ちないんですか？落ちないみたいね。今箱の縁で落としましたよね。あなたは何も見てないわ。古戦が落としたのよ。そうですね。そうですよね。手裏剣かぶり。天狗のお面が落ちてきましたね。狙ってみましょうか。提灯、落ちてきましたね。景品もどんどん増えていくわね。そろそろ落ちますよ。これちょっとまずいんじゃ？両方落ちたらどっちかロストするんじゃない？落ちちゃったわね。私は悲しいです。いい感じにかぶりますねー。手前右に歩くないは初めて見るわね。よし、これを目指しますか。悟り様悟り様。ん？かれこれ30分くらいやってるんですが、このゲーム無限に時間溶かせますよ。そういえばさっきからずっと古戦飛ばしてるわね。この単純作業が楽しいんですよね。ゲームオーバーでリセットとかでもないのでストレスもないですし。ふむ、やめ時を見誤らないようにしないとね。まあ大丈夫でしょう。今日は船に取って終わりにしますね。はい。先にお面が取れそうね。この調子で行くと取れますね。おお、おっそり落ちた。これは来るかな。ついでに米俵もゲットできたらいいわね。このタイミングで同時に落ちるようならお面のゲット優先しましょうかね。そうね。あ、そうそう。今まで忘れてたことがあるんですけれども。何よ。このゲーム、マルチがあるんですよ。涙拭いていいのよ。早いんですよ。最大5人でできるので、みんなはお友達を誘ってやってみるといいんじゃないですかね。あ、全然提供とかじゃないです。あなたも誰か誘ってやりなさいよ。いいですか？どんな生き物にも触れていいことと悪いことがあるんですよ。ごめんて。よっしゃ、無事に区内ゲットして称号もゲットしましたね。というわけで今回はここまで、また次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうね。